終盤に向かっていくわけですけれども、まあ、このあたりでチームとしてもしっかり勝ち点稼いでおきたいですね、はい。まあ、それぞれの、ね、今の立ち位置で目標があると思うんですけれども、山口としては、まあ、壁がそれほど入っていないので直接もあるかもしれないですね。これはね、距離ありますけど、まず1枚落としてきた渡辺、佐藤健介、左へ高井和馬、田中が出ていく。その田中を使う、いいボールが来た。いや、最後触りましたかね、キーパー。綺麗に取れば、通ればいい形になりそうですけれども、お、真ん中、梅木コントロール、シュートは後藤が出た。いやー、よく出てましたね。というか、まあ、ちょっと出てたところで単純にミスを減らすことが疲労度の、ね、軽減にもつながるので、まあ、きっちりできるかどうかですよね。高井から田中、右を使った、沼田ダイレクト、うん、預けて沼田、田中です。広げます、桑原、仕掛ける桑原、右足、弾んだ。渡辺、デラトーレ、1対1、仕掛けるデラトーレ、デラトーレ行く、デラトーレ、寺門、高橋、3-3ですね。3対3、右を使う沼田、エリア入ってくる沼田、仕掛ける、切り返した、沼田だ。いやー、後藤のセーブ。堀内、その構えば仕掛ける、構えば堀内、足元をつながった、デラトーレ打ってきた、またした、先制山形、アディショナルタイム。角度のないところから決めました、デラトーレ。なくてもね、思い切って振り切ってしっかりまた抜けましたので、まあ、ここのアイデアもありましたよね。しっかり人はいましたけれども、ここ最後の最後ではちょっと一瞬隙を与えましたね、山口の方は。まあ、でも山形は見事でしたよね。時間を使う、試合終了、山形連勝。アディショナルタイム、後半のアディショナルタイムにデラトーレのゴール、0対1。